俺が10月8日誕生日やでみたいな誕生日なんやでみんな祝えやみたいな感じああ昨日誕生日だったんや、せずけさん昨日誕生日だったんや、ああユンは誘ったおめでとうみたいな俺そんなにおこがましいかうわあキャスしよったんや、あいけんかった悔しい、そんな人おらんかったまあそんな感じで今日は誕生日ですよ俺の、10月4日いたりして、ああどうだろうね、わかりませんよそんなこと。まあそんな感じで俺の誕生日であります、10月4日10月4日ですよああめっちゃ中途半端、俺の勝手なイメージなんやけどね、10月ってねあれですよ、なんもない、祝日がなんもないイメージがあるんですけど、なんかあったっけな祝日って、10月ハロウィンはあるような、ハロウィン、ハロウィンって祝日なんだろうか、10月31日ってちゃんと学校休みちゃうよなわからんけどさ、うん、体育の日、あ体育の日、体育の日、今ちょっとスマホで見てみようかな、あちょっと14日が赤になってる、14って何の日ね、あ今ちょっとスカイプの方に誕生日おめでとうございますっていうファンからのメッセージありがとうで返しとこう、みんなスカイプのこちゃでメッセージ送ってくれるんよね、誕生日の、誕生日おめでとうございますって感じで、ありがとうございます、よし OK、 ありがとうのしのし、はい、ありがとうございます、はい、ます、はい、やっべー7人ぐらいからこちゃ来た、めっちゃ祝ってくれてる、僕中間テストだわ、奇遇だな、俺も期末テストだったよ初日ねそれだよもう、誕生日の誕生日がさ試験期間の初日ってどういうことよ今日初日やったの誕生日、エンジンだったよ、エンジンの学科と実技の試験だったよ頑張ってたよ勉強したくない日なんだよ今日は、なのに頑張ってたよ、そりゃそうだもん、期末テストだもん誕生日なのにいやがらせだよ、もう学校側が俺の誕生日特定して、よっしゃこの日から始めようか試験始めようかみたいな、俺の誕生日に合わせて何が楽しいん、うん、そのせいでさ今日の誕生日楽しむための企画の準備をするためにさ勉強の時間潰した普通逆、まあ、誕生日やけどまあ試験やしなぐらいの感じ、なんかさ今年もそうだったやん、10月4日が試験の初日だったんやけどね、去年も似たような感じだったんよな正直言うたらさ去年は誕生日自体には何の日もなかったよね、誕生日は普通に過ごしたよ試験ね、誕生日の次の日10月5日が俺の大学の受験だった大学の受験だって誕生日大学の受験で来る誕生日でわーってやった後にいきなり試験仕組まれてるな、もう俺はさ実はさ結構真面目ちゃんだから試験勉強とかしなかったもんね、なぜかって面接だけだったから、面接だけだったから
ペーパーテストとかそういう学科的なもんなかったもん。面接やけん夏休みはさ、勉強とか一切せんで面接の練習ばっかしとった。でもってさ、去年ね、今言ったように誕生日、専門あの大学の受験ってあったんやけどさ、そのさらに次の日がさ体育祭だったんや。ちゃうな、文化祭だ、文化祭。もちろん準備とかあざす、ケーキあざす、もう誕生日のケーキやないか、バースデーケーキ。うわ、こういう時にこれ使うもんなのに、俺誕生日でもない時にキャスしよう時にこれ送り込んだ時何回もある。うわ、ちゃんとしたタイミングにケーキ送ってくれた。あー、二つ目ありがとうございます。けどな、俺はなチョコケーキ派なんだ。俺はショートケーキあんま食わん。そんな意地悪言っちゃあかんな。あ、それより、あー、ケーキ二つ、三つ目や、俺太る。俺そんなに食ったら太る。まあ今言うたようにケーキ食わんわ、そうなんや。まあ結構食わんところもあるんじゃないかな。まあケーキったって最初の小学校ぐらいはさ、ハッピーバースデーで大きいケーキ買うんやけどさ、だんだん中学高校で行くたびにその大きいケーキ買わずに小さいやつで済ますんよな。小さいやつを何個か買ってさ、みんなでこれ俺とかやいよってさ、兄弟でさ分け合って食いよったな。正直もうろうそく立ててハッピーバースデートゥーユーなとにフーってもやらんようになった。モンブランで十分。モンブランか、モンブランうまいよな。あんま食わんけど。チョコケーキしか食わないな、これ。うん。それ言うたら今だったらもう誕生日の祝いなんかせんからね。だって俺寮で一人ぼっちだもん。祝ってくれる人もいないんだ。ようやくやな。寮でぼっちでもこういうキャスやいようけん誰かが祝ってくれる感じ。チーズケーキが一番。チーズケーキか、あんま食えへんな。チョコばっかしか食うよな。チーズケーキうまいよ、うまいっちゃうまいんやけど俺の口には合わんのよな。なんかなんでだろうな、俺結構おやつとしてチーズはようバンバン食うよな。なのにチーズケーキはそんなに口に合わんのよ、なぜかな。嫌いってことはないよ、食えるよ。どっちかって言ったら好きなんやけど。なんだろうな、こういう感じでさ、なんか元のやつを単体で食うんは好きやけど、なんかそれをうまく調理したもんは苦手的なもんあるよな。誕生日の話からどんどんそれてる。チーズケーキ、チーズケーキ一択。ああそうな、よく食べてるよねチーズ、めっちゃ食いよる。まあそんな感じで誕生日の話からだからそれてるんだよ。言うても俺の持ちネタっつうかトークの内容つってもさ、正直誕生日といえば去年の誕生日と今年の誕生日くらいの。今や誰かがコメントでくれたけど、間が悪いとか都合が悪いとかそういう感じのことなんやけどさ、他にないな。チーズケーキ美味しいですよね、チーズ美味しいですよねか。目玉親父出したらもう何かあったら目玉親父、まあそれもいいかもしれんな。目玉親父さんにちょっとスカイプでちょっと通話してもらおうかな、通話ちょっと来てもらえんかなって思う。来てくれくれ、何がしたんだろうねこれ。まあそんなわけで、まあ目玉おじさんが来てくれたら来てくれたで、まあラッキーってことにしといてさ、よっしゃ、とりあえずまあ誕生日のお祝い来てくださった4人の方、そしてこちゃんに、スカイプのこちゃんにおめでとうございますって送ってくれた方々、本当にありがとうございます。19歳ですよ、19歳ですよ。10代もあと1年ですよ。1年切っちゃったよ。
ああ、来年になったらもう二十歳かって、あらつってやつやな。なんやな、早いなーって思うよ。振り返ってみれば、そうですね。あ、大人、そうなんですよ。大人なんですよ。振り返ってみれば、ゲーム実況も8ヶ月経ったわけですよ。初めてね。その始めた時はまだ高校生だった。仮卒業って言うてまだ卒業ではなかった。で、高校、寮を出ると同時にパソコン買って実況を始めました。で、実況を始めて、いろんな仲間と出会って、今は、チャンネル登録者が200人突破というわけになりました。あーざーちょい、いや、違った。このタイミングで GX やった。まあ、しょうがない。というわけでね、もう一つ祝うこととしてね、チャンネル登録者が昨日200人になってしまってね、なってしまったなっちゃったんですよ。昨日の夜なっちゃったんですよ。チャンネル登録者200人、今201人。そっちもおめでとう。わー、というわけでちょっとテロップ変えるね。登録者200人、これでよし。あれ、どうやればテロップは変えれるのか。誕生日ケースから変わらない、拍手あざーす。19歳ですか。来年はもう20歳ですか。そうなんだよ、早いね、時の流れって。誕生日&チャンネル、まあ、いや、もうめんどくさい、もうめんどくさい、めんどくさい、めんどくさい、めんどくさいのです。というわけで、まあ200人になってしまいました。8ヶ月で200人って多い方なんかな。このそこら辺の基準がようわからんのよな。早い方なんだろうけどね。うん、いや、わからんよ。どれくらいなんだろうね。8ヶ月経ったわけですよ、実況始めて。実況始めて8ヶ月でどれくらい行くもんかな、普通って。いや、わからんけど、200人早いんかな。あれ、あれ、あー、あ、ミュートしとった、ミュートしとったミュートしとった、ミュートしとったあれ、いつまでか俺ミュートしとったんやけどあのさ、キャスってね、画面の左側に MIC ミクって書いとんかな。それのやつゲージがあってさ、それが動きよったらちゃんと声が伝わっとるって意味なんやけどさ、それがなんか動かんなと思ったんやけど、バグったかなと思ったけど、ミュートのボタン押しとったわあれで俺どこまで喋ったかな、どこまで聞いたかな、みんな。とりあえず適当なところで喋るけど俺は何だったかな俺何喋ったっけ。あ、チャンネル登録者200人の話だった。あ、そうか、みんなチャンネル登録者200人おめえって言うたのに、なんで200人のこと、200人おめでとうございますぐらいの感じかなと思ってた。そっから切れたんかな、いや、わからんけど。まあ、とにかくチャンネル登録者200人になっちゃったんですよ、昨日言い直した何喋ろチャンネル登録者200人の方は正直喋ることないんですよね何か喋ることないかななんて思っとったけどさ、でもってチャンネル登録者200人、俺は実況初めて8ヶ月なんだけど、その8ヶ月で200人っていうのは早い方なんかなって話しちゃったんだ。それがミュート中に聞こえんかった話なんじゃないかなミュートしとは間に喋るよって話なんだけど、どうなんだろう、まあ、動画の更新ペースにもよるんだろうし、話す実況としての腕にもよるんだろうけど、200人は早い方なんかななんてね思うけど、まあその辺はもう言っておきながら気にしないけどね。ま
あそうですね、俺は将来的に万とかそのあたり5万とか10万とか行きたい人間なんで、まあ200人ぐらいまあパーパーと済ませてみたいな感じだったそれはちょっと言い過ぎかまあそんな意気込みでやっております実況活動。最近ちょっと再生回数がちょっと落ち気味かなって感じはするんやけどね、まああんま気にせんの方がいいかなというのは、ちょっと誕生日キャスからどんどん200人キャスになって、その200人キャスでも喋ることがなくなってきた。ああまあまあそんな感じですよ。というわけで10月4日、刹那圭介の誕生日、刹那圭介のチャンネル登録者数200人記念こんなキャスです。久しぶりにキャスしたよ。はい、というわけで、まあ、今回の枠はこの辺にしとくかな。まあ、30分終わってないけどさ、もう1枠取るけど、まあ、とりあえず、この枠は終わりにして、時間は中途半端やけど、おめでとう2回目、ありがとうございます。というわけで、この枠はこの辺で終わりとさせていただきましょう。ご視聴ありがとうございました。そして、皆さん、おめでとうの言葉ありがとうございました。See you again!